到達目標はやっぱりプロとしてデビューしてもらうこと、でプロとしていい仕事をしてってもらうことが、まあ、一番の目標。で3年生でコースに分かれてからは、脚本コースはもちろん脚本をひたすら書きます。で脚本のことを勉強し、で映画も実際に撮ってます。で文芸コースの場合は前期に小説を書く訓練をして、後期で評論を書く練習をします。で4年生になってから卒業制作というのがありまして、新人賞というものに応募するためにの分量を基本的には1人で単独で完成させられるようになってもらうのが4年生の時にやることです。文芸コースに来たからといって必ずしも文芸の方向にだけ行くわけじゃなくて、まあ、いろんな進路があります。作家とかライターとか編集者になるというパターンもあって、普通の就職活動するわけじゃない。だから、まあ僕もそうですが、まあ、そういうふうにどういうふうにデビューしてどういうふうに食っていくのか、どういうふうに営業するのかっていうのを、まあ学生たちに共有していくようなこともしています。意外と読んだり書いたり考えたりすることっていうのは、頭を鍛えてくれて、小説を書いたり評論を書く以外にも応用が効くんだよ。企画立てたりとか、ね、それは営業とかね、中で内部で企画立てるとかでも評価されるし、で会社は意外とそれを評価するから、なのでまあ両方の方向をまあ考えながら、このコースでは教えていこうと思ってます。なんか未来に希望を感じないことがまあ多いと思うんです。じゃあどうするかって時に、まあ、やっぱり僕は自分の好きなこととかモチベーションを駆動することを人生の道で選んだ方がいいんじゃないかと。一生それに費やしても悔いがないぐらい、それをやってること自体が楽しいとか喜びになるようなものがあれば、自動的に楽しいからサイクルが回ってって勉強もするしね、能力も上がってって、結果としてそれがいろんな社会が変化してもいろんな別の道につながるんじゃないかと思うんですよ。自分の好きなこととかモチベーションが動くことを大事にして、それで生きた方が僕は基本的にはいいと思います。